師匠。いいえ、おじい様。あいつはどこへ行ったんですか？起きて、起きてください。今期のクルダ闘技祭は予想通りエレネーこと第59代目セバールシャドウスキルのエレラグが制してクルダ2000年の歴史に新たな1ページを刻み込んだんだ。でもまだセバール像は刻まれてないけどね。エレネーは今日もモデルをサボって。おかわり、もう一本。え、闘技祭の賞金はどうしたかってそりゃあもう借金の返済で右から左、手元に残ったのはスズメの涙程度のはした金さ。酒場で酒飲んで何が悪いんだよ。それはきちんと払う金のある人のこと。なんだよこれ。今度のお仕事、酒飲みたきゃこれ片付けてからにしなさい。10万の捕獲？アホくさ、なんであたいがこんなつまらん仕事せにはならんのよ。パース。つまらん？あんたね、人が朝っぱらからセンターに並んで取ってきた仕事を。邪魔しい！だいたいどっかのバカが。バカ言うな！賞金もらってもこれじゃ。あたいの稼いだ金をどう使おうと勝手だ。エレネー、せっかくフォーリーが朝から。ガウは黙ってろ。だいたい10万の相手なんかセプティアに任せときゃいいんだよ。これでもあたいは誇り高きセバールなんだぜ。僕はやっても構わないけど。じゃ、勝手にやれば。いないのよ、もう。そのセプティアが。いない？どういうこと？ふざけんな！力を見せろとはどういう意味だ？俺たちが信用できないっていうのか？せっかく助けてやろうってのによ。これは大切なお金です。前払いというのなら、あなた方があいつを倒す実力の持ち主だと証明していただく必要があります。生意気言ってんじゃねえぞ。返して。おい酒だ、酒持ってこい。お嬢ちゃんよ、力を見せりゃいいんだろ。何をするつもり？乱暴は許さないぞ。ガキは引っ込んでな。お金を返してあげてください。そうはいかね。
なんだよ、これっぽっちか。この野郎、人の金を。まあいいや。お嬢ちゃん、力を証明すればこれもらっていいんだな。あなたは、あの時の。決まった。親父、酒だ酒、ついでに棺桶三つ。なめやがって。九代目セバール、シャドウスキルのエレラグさん。セバール。こいつはガウ、お前に任せるぜ。クルダ流交殺法の神髄、いやーっていうほど教えてやんな。ハーケンでもソードでも好きなのぶちかましたるや。かっこいいよ、お兄ちゃんたち。待ってくれ。じゃないわよ。また器物破損よ。あんた借金こさえんの趣味なんじゃない？ブチ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 。何をブチブチ言ってんの？